はい。こんにちは。フレッドの恐竜チャンネルです。えー、今回はですね、えー、っと、こちらの恐竜フィギュアセットを購入しました。えー、フィギュアワールドダイナソー12種、アソートショーですね。はい。えー、こちらのダイも購入してるんですが、とりあえずショーの方からね、見ていこうかなっていうことでね、今回、開けていきたいと思います。はい。えー、恐竜動画たくさん投稿してるので、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい。では、開けていきましょうか。 えっとね、まあ、あのー、割と良さげのおもちゃを買ったんですが、えっと、どういうおもちゃかっていうのをね、どういう恐竜がいるかっていうのをそんなに確認しせずに買ったんですよね。なので、楽しみですね。はい。おー、おー、おー、いいですね。すごくいい。えー、こんな感じのおもちゃになってますね。はい。えー、恐竜ワールドジュニアに近いかな。 えっと、前回登場した恐竜ワールドジュニアと比較するとこんな感じなんですが、造形もね、結構僕好みではありますね。はい。こんな感じになってますね。多分こういうのは、あのー、まあ、おもちゃ屋さんとかがね、えっ、ー、と、小売り用に買って、まあ、お店にこう、吊り下げてあるような感じじゃないですかね。はい。えー、こんな感じになってますね。まず、えー、ティラノサウルスレックスですね。 はい、こんな感じになってますね。えー、色がまあ、えっ、ー、と、オレンジとかいろんな色になってますけど。はい、こんな感じですね。次です。なかなか特殊なポージングですね。えー、パキキファロサウルスが首を後ろ向きに向いてますけど。はい、こんな感じになってますね。はい。こんな感じです。はい。 え次です、えー。パラサウロロスですね。こんな感じです。えっ、ー、とね、おもちゃ自体はちょっと軟質っぽい感じかな。はい、少し、こんな感じでプシューって音が鳴りますね。はい。こんな感じになってますね。はい。次です。えー、メガロサウルスか何かですかね。重脚類の仲間になってますね。はい。 こういう感じの顔になってて。はい、こんな感じですね。はい。えー、次です。これなんか見たことあるな。しかもなんかこの土台が付けてあるであろう。ここのね、なんかこう棒が残っちゃってますけど。はい。えー、な、何かなヒパクロヒパクロじゃないな。 テノントサウルスとかですかねはい。こんな感じになってますね。はい。えー、次です。えー、ベロキラプトルですかねはい。こんな感じです。え、顔はね、結構リアルめですね。この、顔の付きといい、歯の付き方といい、結構リアルなんじゃないかなと思いますね。はい。 えー、色はね、なんか虎っぽいような縞模様になってますね。はい。こんな感じです。えー、エウロプロキハルスか何かですかね。こんな感じになってますね。はい。えー、これはね、えー、っと、結構、どうかな。こう、音なら、な、なりましたよ、音。はい。えー、こんな感じになってますね。はい。 えー、次ですね。イグアナなンですかね。マイヤサウラかな。はい。こんな感じになってますね。はい。まあ、そうだな。このシリーズ、うーん、どうだろう。また、あ、で話そうか。はい、えー。こんな感じですね。はい。えー、竜脚類ですね。ブラキオサウルスのフィギュアになります。はい。こんな感じですね。 えーっとね、色は僕好みかな。えー、っと、あの、BBC のね、ウォーキング・ウィズ・ダイナソンに出てきたブラキオサウルスを思い出しますね。はい。えー、こんな感じですね。はい。おー、あ、これ欲しかったんですよね、このディメトロー。なんか他のメーカーさんのやつでも売ってたんですけど、あのー、色がちょっと違ってたんですよね。はい。こんな感じです。 えーディメトロドンのフィギュアなんですが、結構かっこいい見た目してますよね。はい、こんな感じです。色は黄色っぽい色ですね。はい。えートリケラトプスになりますね。はい、こんな感じです。えーっとね、なんかくちばしがすごい長めですけど、はい、こんな感じですね。テーレックスと一緒に置くと、 こういう風になりますね。はい。最後が、えー、ステゴサウルスですね。はい、えー。こんな感じになりますね。はい。えー、青っぽいステゴサウルスっていうのも結構珍しい気がしますよね。はい。こんな感じになってますね。はい。えー、色がですね、まあ、こんな感じかな。えっ、ー、と、基本的に、 どの恐竜もこういう薄いベージュっぽい色が元になってる気がしますよね。はい。えー、こんな感じですね。はい。えー、ちょっとね、出てきたやつを一旦並べてみましょうか。えーっとね、色い々ろいろな恐竜がいましたね、今回。 はい、えー、こんな感じですね。まあ、恐竜ワールドジュニアと同じく12種類の恐竜アソートということで、値段もね、これより、恐竜ワールドジュニアよりも、ちょっと高いかや、まあ、同じくらいかぐらいの価格帯でしたけど、まあ、あのー、どうですかね。僕的に、えー、っと、パッと見ていった感想としては、まあ、造形は、 まあ、良くもなく悪くもなくて感じで、かつまあ恐竜ワールドジュニアよりかはちょっと上かなっていう気はしました。はい。ただですね、問題がプラスチックですね。えー、っと、これね、なんか結構柔らかいプラスチックで、なんか経年劣化とかがちょっと怖いかなっていう気はしますね。はい。なので、ええー、これはまあ、うんまあ、数年間ね、遊んだり移動あれする分ではいいと思うんですが、 えー、ちょっとまたね、様子見ながらって感じですかね。はい。というわけで、まあ出てきたね、恐竜フィギュアを一体ずつ見ていきましょうか。はい。えー、アンキロサウルスかなはい。イグアナドン。はい。こういう姿勢のイグアナドンのね、おもちゃをね、最近別で買ったんですよね。はい。ここに、なんか、削れてる跡がありますね。 メガロサウルスかな何サウルスかちょっとよくわからないですけど。はい。肉食恐竜ですね。これは欲しかった。えっ、ー、と、ディメトロドのフィギュアですね。このなんかこう、尖ってる骨も、骨っていうか背中の板もね。いいですね。えー、ティラノサウルスレックスですね。こんな感じで。 なんかね、後ろから見るとね、このね、札がなんか、黄ばんでる感じがするんで、結構古いおもちゃなのかもしれないですね。はい。これはちょっと謎でしたね。ここになんか謎に、あのー、何かを刺す、スタンドのあなあ穴に刺すね、出っ張りが残ったままになってるんで、はい。これはなんかのおもちゃだったのかな、もともと。はい。えー、な、何かな。カモノハシリの、リュの仲間だと思います。はい。 えー、パキオサウルスですね。こういうポージングは結構珍しいと思います。えー、ブラキオサウルス。なので他の恐竜に比べるとちょっと貧弱そうに見えますね。はい。ただこのセットには、えー、っと、竜脚類はこれしか入ってないですね。なんかこう、ディプロロックスというか、パトサウルス枠の なんかが入ってても良かった気がしますけど、その代わりになんかディメトロドンとか、あのー、イガナドンとかね。ここら辺が入ってるのかな、多めに。はい。えー、次ですね。ステゴサウルスですね。こんな感じです。青いステゴサウルスは珍しいですね。ただ、背中の板がね、ちょっと、あれですね、これは。 ここは左右対称で、ここは一列なんで、ちょっと、あのー、造形物的には評価はちょっと低めですかね。パラサウロロッスですね。はい。えー、これは何かなえっ、ー、と、ベロキラプトルかデイノニクスかドラマイオサウルスか何かだと思いますね。これ結構良さげかな。 はい。えー、トリケラトプスですね。こんな感じです。この中でね、どうかな僕的に良かったと思うのが、まあ、ティラノサウルスですかね。まあ、これが一番印象的だったので買ったような感じなんですが、ティラノサウルスと、えー、ディメトロドンですかね。ディメトロドン。あとは、 まあ、ベロキラプトルですかね。ここら辺は良かったかな。ね、まあ、うん、ものすごくいいってわけではないんで、まあ、ちょっとそこは好き嫌い分かれるかなと思いますね。はい。ただまあ、お子さんがね、遊ぶ分では十分、ね、遊べるんじゃないかなと思うんで、まあ、興味がある人はね、ちょっと探してみてください。はい。一応、ジャンルコードを写しておきますね。 えー、今日はそんな感じですかね。はい。えー、今回はですね、えっ、ー、と、恐竜フィギュアのフィギュアワールドダイナスを12種アソートショーを購入し,し,したので、そちらの開封動画を撮っていきました。はい。えっ、ー、と、こちらですね、アソート台の方も購入したので、えー、そっちの方もね、いつか動画でお届けできればなというふうに思っています。はい。えー、まあそんな感じですかね。 えー、僕のチャンネルでは恐竜フィギュアの紹介動画をたくさん投稿しているので、ぜひ高評価、チャンネル登録、ぜひぜひよろしくお願いします。はい。今日はそんな感じでした。はい。えー、それではご視聴ありがとうございました。さよなら。